こんにちは、はるです。今年もよろしくお願いいたします。さて、この年末年始はビーズ以外のクラフトにいろいろチャレンジしてきた私ですが、その中でもハマってしまったのがアジアンノットなんです。主に中国や日本に古くから伝わる紐の結び方で、それぞれに意味があったり願いが込められたりしていて、とても縁起のいいものとされています。そしてビーズとも非常に相性がいいんです。そこで1月はアジアンノットシリーズをお送りしようと思います。1回目はこちらの貴重結びのストラップを作ってみましょう。この貴重結びは鬼滅の刃の登場人物の衣装にも使われていることで注目を浴びた結び方です。これから受験シーズンになりますので、お守りとして作ってみるのもいいんじゃないでしょうか。それでは作り方を見ていきましょう。まずは材料です。太さ3ミリの紐60センチ。今回は枕目や編み物に使えるスワン糸を使用します。スワン糸は手遊び小町のネットショップで購入できます。最近は20色が10メートルずつセットになったものも販売されていますので、こんな風に少量使いたい場合に最適だと思います。リンクを概要欄に記載しておきますので、ぜひご覧ください。他にはこのようなラッピング用のカラー紐だったり江戸内紐でも OK です。ストラップ金具1個、特大ビーズ4個。今回はこちらを使用しますが、若干通しにくいので、もう少し穴の大きな枕目ビーズなどがおすすめです。まあ最悪なくてもいいですよ。その他に必要なものはコルクボードなどピンが刺せるボード、なければ段ボールを重ねたものや発泡スチロールで代用してください。そして待ち針、ハサミ、セロテープ、ライターもあると便利です。まずこのようにカニカンのついていないストラップ金具の場合は、最初に紐に通しておきます。紐の中心にこのようにピンを刺しておきます。左側の紐を少し右側に持ってきてピンを刺して、さらに左側に持ってきてピンを刺しておきます。次にこの紐を ここにくぐらせてきます。こちらの紐は一旦お休みします。今度はもう片方の紐をこのように折り曲げながら、ここに上から通します。この状態でピンを刺しておきましょう。今どのような状態かというと、これが一つ目の輪、これが真ん中の輪で、三つ目の輪がないんですね。なのでこの紐で三つ目の輪を作ります。そしてここの輪を上から通って縦の紐の上を通って一番左の輪の上から通します。
次は折り返します。左の輪の下を通って縦の紐の下を通って右下の輪の下から上に通します。3つの輪になるこのピン以外をすべて外します。そして3つの輪と2本の紐を少しずつ引っ張っていきます。これ以上引っ張れない状態になったらピンを外して真ん中の結び目を押さえながら少しずつ引っ張ります。輪っかの大きさを調節します。まず真ん中の輪を小さくしたいので、これがつながっているここを少しずつ引っ張ります。次に右側の紐の上を引っ張ると結び目が引き締まります。次はこの右側の輪を小さくしたいので、これがつながっているここを引っ張ります。そしてこの紐を引っ張って結び目を引き締めます。こんな感じで輪っかの大きさを調節していくんですが、ポイントは少しずつ引っ張るということですね。ぐーっと引っ張りたくなるんですけど、そうすると全体がいきなり緩んでしまうことがあるので、焦らずゆっくりやるのがコツです。形が整ったら紐の先にビーズを2つずつ通します。紐の先端にセロテープをなるべくきつめに巻きます。
そして先端を斜めにカットします。ビーズに通すときはこのようにねじ込むようにすると入れやすくなります。それでも通しにくいときは針や目打ちなどを使って押し出したり、出てきた先端をペンチなどでつまんで引っ張ったりします。まあ大変だったらビーズはなくてもいいですけどね。今回は結び目からビーズまでの長さを4センチくらいにして紐の先を結んでみます。6ミリから7ミリぐらい残して紐をカットします。紐の先がほつれるのが気になる場合はライターで少し炙るとほつれ止めになります。もう片方も同じようにビーズを通したら几帳結びのストラップの完成です。こちらはグリーンで作ってみました。グリーンもいいですね。かっこいい。なんかそして冒頭でご紹介したラッピング用のカラー紐で作ったものがこちら。これ非常に形が作りやすかったのでおすすめです。こちらは紐を二重にして作ってみました。紐の配色が入れ替わらないように作るのがポイントなんですが、ちょっと難しかったですね。先端にはビーズの代わりに淡路玉を作って通してみました。コツさえつかめれば簡単に作れるようになりますので、ぜひ作ってみてください。